トランスジャカルタの路線図トランスジャカルタはインドネシアのジャカルタで運行されているバス高速輸送システムであるボゴタのトランスマイリーニオをモデルに設置されたジャカルタ市内の交通機関であるトランスジャカルタを使えばアンチヨールやモナスなどの市内各地に行くことができる渋滞がないバス専用レーンと一般の車停留所の自動改札機停留所のレーバスは 道路中央部に設けられた専用レーンを走る。専用レーンと一般の車が走る道路はブロックで区切られていて、バスウェイのバス以外は入ることができないが、道路渋滞時にはバイクや一般車が入ってくることもある。道路交通信号は並行する道路と同じように従う。停留所、駅は中央分離帯上にあり、利用者は歩道橋を渡ってバスに乗る。人通りの多いバス停では、 歩道橋にスロープがあるサリナデパートのバス停の見エレベーターが設置されている。料金は全区間均一ルピア3500。早朝の時間帯は割引があり全区間均一ルピア2000になる。複数路線を乗り継いでも改札を出ない限りは運賃は変わらない。乗車するにはバス停の窓口で 次期乗車カードを買い、乗車カードを自動改札に通して待合室に入る。ただし、アンチョールやラグナン動物園などの駅ではチケットを買ってホームに入る。乗降口の上に行き先や主な停留所が表記されている。ただし、自動改札が故障している場合が多く、紙のチケットを購入して改札で判権が切り取られることもある。ダイヤはなく、交通事情に応じて、 数分間隔でバスが到着する。車掌は乗客の乗車と下車を手伝い、車内の安全を管理する。電光掲示板に次の停留署名が表示され、インドネシア語と英語で停留署名がアナウンスされる。車内にはエアコンが設置されている。バスはすべての停留所に止まるので停止ブザーは設置されていない。停留所の営業時間は5から22時。なお、 乗車カードをすでに持っている乗客がいる場合、運行時間を延長する。乗客用のドア通常の大型バスより、ドアの位置が高く専用ホームからしか乗車できない。乗客用のドアは、車体の中央の左右にある。新型車両には、車体の後部にも乗車口があり、コーダー1では連接バスも運行されている。ホームとバスの間に20センチくらいの隙間があるので、足元には、 要注意。バスは折りたたみ式の扉を使用しているが、乗降客が多いコリドア1とコリドア2のバスでは引き戸を使用する。座席配置は横向き、座席数は30、その他に20から30名乗客が立ったまま乗車できる。乗客が多い場合は停留所で乗客数が制限される。時間帯等により、バス車内の半分が女性専用スペース。 残り半分が男性用スペースとなるように、車掌が乗客を誘導する場合がある。ハルモニの停留所詳細は、EN、トラジェカルタコリドーズを参照バス A の車内、ジャカルタ市内に13路線がある。コリドアー1、編集、ブロック M バスターミナルコタ駅コリドアー2、編集プロガドゥンバスターミナルマイナスハルモニコリドア、3、編集カリデレスバスターミナルパサールバル。 コリドア4、編集プロガドゥンバスターミナルドゥクアタスにコリドア5、編集カンプンメラユバスターミナルアンチョール、コリドア6、編集ラグナン動物園ドゥクアタスにコリドア7、編集カンプンランブータンバスターミナルマイナスカンプン、メラユ、コリドア8、編集レバーアブルスバスターミナルマイナスハルモニコリドア9、編集ピナンランティバスターミナルマイナスプルイートコリドア10、 編集単純プリオク PGC にコリドア十11編集プロゲワンバスターミナルマイナスカンプンメラユコリドア十12編集プンジャリンガン単純プリオクコリドア十13編集テンデアン CBD チレドゥグコリドア2編集コリドア4編集コリドア5編集コリドア6編集コリドア7編集コリドア8編集コリドア9編集 コリドア十三編集。コリドア一編集。コリドア二編集。コリドア三編集。コリドア四編集。コリドア五編集。コリドア六編集。コリドア七編集。コリドア八編集。コリドア九編集。コリドア十編集。コリドア十一編集。コリドア十二編集スペシャルルート、編集。 コリドア1、編集、コリドア4、編集、コリドア5、編集、コリドア6、編集、コリドア7、編集、コリドア8、編集、コリドア1、編集、コリドア2、編集、コリドア3、編集、コリドア4、編集、コリドア9、編集、コリドア10、編集、コリドア11、編集、コリドア12、編集 ありがとうございます。